はい、皆さんこんにちは。こんにちは。第28回黒澤弘樹の歴史講座にようこそお越しくださいました。本日は東京公演ということで、あの大阪の公演に負けず劣らずのご参加の皆様ありがとうございます。さて今回28回目なんですけども、まあ、今年今あのこれ収録している段階では平成24年の2月4日なんですが、今現在ですね、平成24年度の大河ドラマとして平清盛やっております。でこの平清盛につきましてね、まあ、NHK の大河ドラマに関してはいろいろな問題があるようなんですが、私たちとしましては清盛公の本当の姿をたどることによって私たちの歴史の知識を深めていければと思いまして、今回この講座を企画させていただきました。さて平清盛といえばこの最初のフレーズの言葉があまりにも有名ですよね。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、沙羅双樹の花の色、乗車必衰の断りを表す。おごれる者も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。たけき者もついには滅びる、ひとえに風の前の塵に同じ。まあ、有名なこの言葉は皆さんご存知のように鎌倉時代に成立したと考えられております。こちらですね、平家物語ですね。この平家物語の有名な冒頭部分でございます、ね、この平家物語と言いますのは今最初の冒頭の言葉に象徴されますように、平家の栄華と没落ですね、これとが描かれた軍記物として私たち日本人の間では非常に有名になっております。でこの平家物語をね、読めば読むほど日本人として不思議に思うことがあるんですね。それは何かというと、あれだけの権勢を誇った平家がなぜあっけなく滅亡してしまったのかということなんです。でその理由を考える際にですね、私たちがよく考えがちなのは、平家物語の冒頭のようにですね、どんなに大きな権力を持ってもいずれは必ず滅び去るものである、どんなに大きな権力を持っていてもいずれは必ず滅び去ってしまうものであると、まあそういう世の中の道理みたいなもんですね。その道理を思い浮かべるのが普通なんです。でこれは別に間違いじゃありませんし、その通りなんですよ。しかしですね、皆さん現実にね、確かに平家は栄えたけど滅びた、それはその通りなんです。でもね皆さん、現実はそんな生優しいもんじゃないんですよ。どういうことかと言いますと、実はこの平家物語の中に、この物語には書かれている文章、あるいは情景、この中では語り尽くすことが到底できない。平清盛を筆頭とする平家は、いわゆる武家政権の開拓者なんですけどね。この開拓者であるがゆえの、悲劇ですね。これが平家没落の背景にあったということを皆さんはご存知でしょうか。今回第28回の歴史講座ですけども、今年の大河ドラマ「平清盛」ですね、これを含めた平家にまつわる数々の逸話エピソードや真実について研究することによって、平家の栄枯盛衰についてじっくり探っていきたいと思いますので、皆様最後までお付き合いくださいますようよろしくお願いいたします。